作品 33A の音列ピアノ曲作品33は、アルノルト・シェーンベルクが1928年から1931年にかけて作曲した2曲のピアノ曲。シェーンベルクのピアノ独奏曲としては、最後の作品となった。この作品は作曲者がオペラ、今日から明日まで並びに、モーゼとアロンの作曲を完了した後に手掛けた、小規模作品である。 1> 第1曲となる作品 33A の作曲に着手したのは、ウニベルザール出版社の理事が、ピアノ名曲集へ収録するために、3つのピアノ曲、作品11から第1曲を出版する話を持ちかけた時であった。シェーンベルクは1928年12月25日に、新曲を書くことを決意、翌1929年4月25日に完成させている。 一方、作品33ビットは、彼がバルセロナ滞在中だった1931年の10月8日から10月10日というわずか3日間で書き上げられた。両曲は別々に作曲されており、シェーンベルクがこの作品を完結した楽曲と考えて、いたか否かは未だわかっていない。両曲は出版と初演も異なる機会に行われた。 作品 33A は1929年7月にウニベルザールから出版され、1931年1月30日、ベルリンでエルゼシー・クラウスのピアノにより初演された。作品33ビットは1932年4月にカリフォルニアの新音楽協会出版から出版、1934年1月11日にサンフランシスコの新音楽協会で、 ダグラス・トンプソンが初演した。それ以降、この作品は、ショット社と作曲者の5歳であった、ゲルトルート・シェーンベルクが設立した、ベルモント音楽出版からも刊行されている。この作品の2曲には、発案から1936年に頂点を迎えるまでのシェーンベルクの12音技法の成熟が示されている。両曲の演奏時間は、それぞれ5分程度であり、 表題は掲げられていない。一部の録音では、楽曲の速度指定を用いて、下記のように表示されている。両曲は12音技法の原理に従っており、12音から、なる音列が選択されて、曲を形成している。作品 33A の音列は07211、8359146である。音列の範にきなり、逆光型も用いられて、 曲を構成している。作品 33A は6つの和音から始まるが、これによって楽曲内で用いられる音列が提示されている。内藤隆都氏は1991年にこの作品をコンピューターとシンセサイザーのために編曲しており、国内では同年6月に東京のポリドール KK スタジオで行われた録音がドイツグラム本から発売された。出展。 ありがとうございます。